次の文の星印に入る最も良いものを1、2、3、4から1つ選びなさい。なかなかチケットが取れなくて行けなかったコンサートにようやく行けることになった。
計画通りに工事を進めるにはどうすればいいか考えながら作業をしている。私の父は風邪をひいても風邪の時は暖かくして早く寝るに限ると言って薬を飲まない。
結婚生活を送る上で何が大切かといえば、相手への思いやりの気持ちを持つことだと思う。じゃあ、そろそろ帰るね。ケーキ、ごちそうさまでした。え、もう帰るの？せっかく来たんだから、もう少しゆっくりしていけばいいのに。